に長かった。今回は初めてですか。はい。あ、皆さん、こんにちは。今日はポケモンセンター東京に来てくれてありがとう。お誕生日を迎えたマイケルさんのためにポケモンセンターのお兄さん、お姉さんとポケモンたちからお祝いのメッセージがあります。その前にあるテレビに注目してください。なんかマイケルさんのためにですね、ちょっと流れますよ。ピカチュウとハブネで皆さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。